あなたはチマです。私はチマです。じゃああなたはチマです。じゃあ面接官はチマです。今回はね、このカリムの SSR 新春の子供をやっていきましょう。楽しみだったんだよね、見れなかったから。グルービーも気になる。笑顔になってくれたらいいな。あ、アイドルがよく言うやつね。笑顔になってほしいなみたいな。確かにさ、ずっと不快な顔してたり、ずっとさ舌出してる方より全然いいよね、笑顔になってくれた方が。ジョージ・アインシュタインの人なんて気になって気になってしょうがないもん。もうコンサートその人が主役になっちゃうみたいな。いきます。ミステリーショップ。あー、後日談。これセール開始から数日後の開店前。へー、うわー、やっちまった。うわ、可愛さ増し増し、常設垢抜けピープルだ。どうしたんですか、アジーム先輩、急に大声なんて出して。って、なんだこの大量の段ボールは。でも段ボールってさ、困るよね、処理。なんか使うかもしれないし、使わないかもしれないからさ、捨てるか捨てないか迷うんだよね。おう、一体何事だい。こないだ、サムから非公実用のほうきを10本ネットで注文するように頼まれただろ。あ、そうなんだ。あ、ここでほうき売ってるの。なんでも売ってるね。コストコみたいなもんかな。俺ちゃんと注文したつもりだったんだけど、商品と個数を間違えちゃったみたいなんだ。あー、一桁間違えたとかね。そのせいでなんかよくわかんねえものが100本も届いちゃったんだよ。商品間違えたの？クリックミスってこと？あ、本当だ。段ボール箱の中に竹でできた道具がいっぱい詰まってる。怖い怖い。何それ、竹取物語始まるのかな。それから生まれない？かぐや姫。大きさはテニスラケットくらいかな。ほうきとは違って先端が爪みたいに尖っているけど、あ、曲がっているけど。ああ、これは東方で使われている熊手だよ。熊手？何そのオカマタレントキャラみたいな。農作業や掃除の時に大活躍だとか。爪の部分で畑に残った根っこや落ち葉なんかをかき集めてるんだ。へえ、あ、知ってる知ってる、熊手。あれでしょ、なんかさ、枯葉とかも集めれるやつでしょって言ってるね。そうやって2回目言っちゃった。わー、悪いサム、俺のミスだ。でも使えそうだよね。もしかしたらちょっと頭皮が腐っちゃってるっていうか、ちょっと頭皮がさ死んじゃってる方に熊手で全部虫取ってあげれば、もう綺麗にスキンヘッドになるみたいな。この熊手全部俺が買い取らせてくれ。おお、そうだよね。でも太っ腹だねこれ。いや、それは最終手段だ。あ、使えるかもしれないってこと。賢いねサム。金ピカのコウニちゃんは責任を持ってこの熊手を売り切ってくれ。サム、なんかあれだね、なんつうの、結構多様だね。え、俺にできるかな。最終的に買い取らせるってちょっと優しくない。いえ、今や君もこのミステリーショップの立派なクルーの一人。ワンピースみたい。工夫次第ではこの熊手を人気商品にできるはずさ。熊手は買うかね、学生が。ねえ、高校生って熊手のイメージある。確かに。わかった、俺やってみるよ。よし、絶対100本の熊手を売り切るぞ。確かにね、だって学生、俺小学校の頃とかさ、すごい熊で振り回してはないけど、でも振り回したいとかいう願望あったね。すごいさ、スターウォーズに憧れてた。小学校の頃はブーム回したい。いらっしゃいませ、東方の国の掃除道具、熊手が入荷してるぞ。あれ、東方ってこれ日本かな。畑仕事や掃除にすっげー便利な道具なんだ、おすすめだぞ。熊手ってなんでカタカナなんだろう。熊手みたいな感じかな。熊田みたいだね。熊手まさしみたいな。掃除道具をなんて誰が買うかよ。こっちはそれどころじゃないっつーの。おー、ギャルだ。ミステリーバッグの列に並ぶのも次で5回目。このままでは目的のものを手に入れる前に資金切れだよ。おー、ミステリーバッグしか来ないんだね。結構中毒者なんだミステリーバッグ。あー、ちょっと今臭かったのは誰。ミステリーバッグを買ったやつらが
次々とでっかいため息をついてる。講習気にした方がいいよ。ニンニク食った？そっか、あいつらのバッグにはアメージングチケットが入ってなかったんだな。そんなさ、ポンポン出るものじゃないでしょう。色違いポケモンぐらいレアなんじゃないの？店に来るみんなが新春セールを楽しんでくれていると思ってたけど、うん、こうして見てみるとがっかりしてるやつも結構いるみたいだ。いや、希望を抱きすぎじゃない？あれでしょ、宝くじでも何でも当たると思ってるタイプでしょ。そういう人がギャンブルに溺れる。ち、やっぱりか。うちの寮生の大半がミステリーバッグの列に並んでやがる。あ、この口調はレオナじゃない？通りで寮内に連中の気配がないわけだ。うん、あれはレオナっぽいけどね。どうなんだろう、キングスカラーさんじゃないの？あ、そうだ、レオナ、いらっしゃい。今日は何を買いに来たんだ？お前か。今日も随分繁盛しているようで、俺のことを放っておいてくれて構わないぜ。構わないぜ、スギちゃんだろ。心配してくれてありがとな。でも今のところは大丈夫だ。おお、裏の糸を読まないカリムいいね。お客も落ち着いてるし、バイトにもだいぶ慣れてきたからさ。は？心配？お坊ちゃまが店員ごっこを満喫なさっているようで何よりだ。なんか喧嘩売ってくるんだけど。何この村人、ちょっと態度悪い。あ、すごく充実してるぞ。レオナも来年ここのバイトに応募してみたらどうだ？あー、すごい、天然対嫌がらせマンのバトルが始まってた。あ、すごく充実してるぞ。レオナも来年ここのバイトに応募してみたらどうだ？ね、断る。俺はどっかの誰かさんと違って忙しいんでね。バイトも忙しいじゃん。確かに毎日目が回るほど忙しいぜ。何？バイトバカにしたね今。はい、もう高校生のみんなが一斉に押しかけてくるよ、レオナ家に。でもお客の笑顔を間近で見ると、働いてる疲れも吹っ飛んじまうんだよな。おお、デリシャスワンダフルサタデーだ。なんだかこっちまで幸せな気分になるんだ。そうかよ、それはよかったな。沢尻エリカ風だね。入ってるね、スパイスが。ああ、あ、けど喜んで帰っていくお客ばっかりじゃないんだよな。まあだってしょうがなくないそれ。あのさ、天下のディズニーさんでさえちょっと疲れちゃったなとか、満足しなかったなっていう人はいるよ。たまにすげえ浮かない顔したお客がいて、そういう時は俺も悲しい気持ちになっちまう。全員が全員喜ぶって難しいよ、結構。だって多分ね、アンケート結果でも 100% になることってそうそうないと思うんだよね。どのアンケート結果でも。俺の父ちゃんあちこちで商売しててさ。何？マルチ商法？小さい頃からいろんな場所に連れて行ってもらってんだ。父ちゃんのお客はみんな笑顔で帰っていく。その表情を見るとなんだか俺まで嬉しくなるんだよ。あー、エンターテイナーだね、生粋の。素晴らしいよ、その考え。学園の奴らにもできれば楽しんでもらいたい。ああ、どうすりゃみんなを笑顔にできるかな。でもカリムね、ウォーキングデッドだと絶対に生き残れない。すぐに騙されて死ぬ。まあせいぜい頑張るよ。てめえの本来の仕事がおろそかにならない程度にな。心配してる。なんだこれ、 DV みたいな感じ。ちょっと無知の中に飴を入れるみたいな。本来の仕事？あ、そうだ、熊手。なあレオナ、熊手を買ってくれよ。東方の掃除道具なんだ。熊手、ちょ待って、熊手って調べていい？画像貼るね。ねえ、調べたら100件の黒出てきたよ。ほら。これでさ、脅して竹の熊手を売りつければいいんじゃない？で、こっちだよね、竹の熊手。あー、ほうきの方が取りやすいかなって思うけど、あ、でもあれか、ほうきってさ、確かになんか落ち葉とか取りにくいよね。そう考えると、考えられてるんだね、昔から。すごいね。熊手だ、掃除用具なんざ俺が使うわけないだろ。わかんないじゃん、いつか主婦になった時家使うかもしれないじゃん。そういう時のために練習しといた方がいいよ。面白みもね、地味な置物として部屋の隅で埃かぶることになるのが目に見えてる。
インテリアとしていいんじゃない？地味？ニトリ？そうか、それだよ。あ？いやー、この熊手ってやつ何か足りないなーとずっと思ってたんだ。あ、デコレーションするの？女子みたいなことするね。バレンタインデーの女子だ。アドバイスしてくれてありがとな。レオナのおかげでどうにかなりそうだぜ。レオナのおかげで狂っちゃいそうみたいなニュアンスにも見える。これどうにかなりそうって、レオナのおかげでどうにかなりそう私みたいな。サム、熊手について相談があるんだ。どうしたの？実は。ふむふむ、いいアイディアなんじゃないか。ニッコニコだ。ちょうどここにミステリーバッグに入れられなかった商品が詰まった箱がある。ああ、じゃあまあ言い方悪いけどゴミみたいなもんかな。この中身を好きに使ってくれ。それと作業はスペードの高2ちゃんにも手伝ってもらうといい。うん、1時間くらいなら君たちがバックヤードにいても俺一人で店を回せるはずだとか言ってさ、あれでしょ、1時間待ちが2時間待ちとかになってるんでしょ。ありがとうサム、デュース。よし、早速作業に取り掛かるぞ。何をするの？はい、頑張りましょう。アジーム先輩、ワクワクさんするのかな。じゃあデュースがゴロリね。でっかい造花をたくさん置いて、金のリボンを巻いて、キラキラのガラスビーズをつけて、おっと、スカラベ風のアクセサリーチャームもある。真ん中に飾ったらインパクトがありそうだ。おお、可愛さ増しまして、常設垢抜けピープルだ。うん、いい感じにできる気がして、どんどん作っていくぞ。店に来たお客がこの熊手を見て笑顔になってくれたらいいな。なるんじゃない、おバカさんは。ごめんなさい。1時間後。あ、次が俺の会計の番か。いやー、さすがに並ぶのにも疲れてきたな。でもさ、その材料費とかの分値上げしちゃうんじゃないの？てレオナさん、なんであんたが購買部にいるんすか？まだいたの？1時間だよ。多分レストランでもそんなにいないと思う。予想した時間通りレジ前に現れたな。無駄に待つことにならなくてよかったぜ。もうストーカーだ。並ぶのが嫌だからって俺に自分の分のミステリーバッグも買うよう財布を預けたはずでしょ。あ、繋がった。デイ2であったね。これデイ1か。俺が苦労してる間、寮でグースか寝てるつもりじゃなかったんすか？そうだよね、のび太モードじゃないの？3つのモードがあると言われてるよね。レオナは女性に優しい3次モードと、あととにかく寝たいのび太モード、あとね、いつも DV しそうな DV モード。そうできたらよかったんだがな。だが今うちの寮生は全員がこの購買部にと通い詰めだ。うん、俺の雑用を押し付けられるやつが誰もいない。この現状は見過ごすね。やめればいいんじゃない？この買い物やめればいいんじゃない？なんすかそのわがまますぎる理由。あんたそういうとこほんとお坊ちゃん気質っすよね。あ、なんかあれだよね、ジャモーもさ、レオナ、ジャモーもっていうかさ、カリムのことはちょっとあれじゃん、嫌いみたいな感じだったじゃん。なんかレオナのこともさ、ジャモーって苦手そうじゃない？うるせえ、いいからさっさと会計済ませて何人か連れて帰るぞ。次に並んでるやつレジに進んでくれ。テラギー、また来てくれたんだな。ああ、何、また来たなみたいな、クレーマーみたいだね。あ、しかもレオナもいるじゃねえか。ちょうどよかった、お前に用があったんだ。あ、なんで俺に？渡したいものがあって、ちょっと待ってくれ。少し遅いクリスマスプレゼント、サンタクロースだよ。ほうほうほう、笑顔になってくれたらいいな。いい言葉これ。俺格言にしようかな、これから笑顔になってくれたらいいなみたいな。どんなに気分が落ち込んでても、もう最初は笑顔になってくれたらいいな、どうもちまですから始めんの。俺がレオナに渡し方だったものは、じゃーん、デコレーションした熊手だ。ゴージャスでいいだろ。確かにレボリューションしてる。ん？わあ、すっごいド派手でキラキラ、なんかよくわかんないけど縁起が良さそうっすね。これが謙遜か。で、それを俺にくれるって？
ああ、お前と話したおかげで熊手を派手にしようと思いついたから、そのお礼だ。レオナのせいでもあるよね。じゃあ部屋にでも飾ってくれ。いらねえ、ひどい。ペペ、そんなにバッサリ断ったらカリム君かわいそうじゃないっすか。ラギー、てめえ他人事だからって面白がりやがって。熊手だよ、みんな掃除すればいいじゃん。カーペットとかさ、ねえ、ソファーの上とかね、熊手で。来店してくれたみんなが笑顔になってくれますようにって気持ちを込めて作ったんだ。あ、じゃあ縁起がいいね。熊手を派手にすればいいってひらめいたのはレオナのおかげだからさ、もらってくれよ。ご丁寧にどうも。よしよし、レオナさんによく似合ってるっすよ。どことなく色とか形がライオンの手に似てるし。その笑い方ルフィだよね。もうシッシッシーは今思ったけど、ライオンか、いいな。そしたらこの熊手は幸運の獅子の手って名前で売り出そう。ちょっと詐欺臭がする。幸運の獅子の手って5000円とかで売りつけそう。うるせえ、寮生を呼び出しに来ただけだってのに、とんだ茶番に巻き込みやがって。ちょうど今レオナさんの分のミステリーバッグを買うところだったんすよ。でも何人にも並んでもらってるんでしょ、寮生。違うの？そっか、じゃあこのバッグはレオナに渡すな。目当てのものが入ってるか確認してください。外れたら約束通り中身は俺がもらうんで。なるほどね。結構あれだ、ギブギブみたいなところあるんだ。ギブアンドテイク。タク、これが終わったらさっさと寮に戻るぞ。ん、これは、え、まさか、え、嘘だろ、マジ？アメージング？すっげえ、これ最新のモバイルタブレット端末じゃん。違った。iPhone12 だった。確か10万マドルはするやつですよね。ミステリーバッグってそんなものまで入ってんの？誰入れたの？あ、よくわかんないけど、いいものが当たったのか。よかったな、レオナ、ラギー。赤字だよね、完全に。なんだ、あの派手なほうきみたいなやつを買ったらミステリーバッグの当たりが出やすくなるのか。ああ、こうやって浸透していくんだね。これでネットニュースとかに載って、でみんな買いに来るみたいな。マジかよ、カリム寮長、あの熊で俺絶対こういうの信用しないけどね。いや、幸運の獅子の手、俺も欲しいです。え、買ってくれるのか。もちろんいいぞ、あと99個もあるからな。あー、そんな100個買ったんだね。99個。幸運の獅子の手も数量限定商品なのかよ。急いで買わないと。確かに数量限定はそそるね。わかる、それは買っちゃう気持ちもわかるもん。なんかさ、使わないって分かっててもちょっと手に取りたくなるみたいな。あれを手に入れるといいことが起きるのか。俺も1本買ってくる。みんな、熊手には見向きもしなかったのに急に欲しがるとかどうしたんだ。数量限定の悪いところってさ、数量限定だからやっぱ欲しいって思った時に売り切れてるともう手に入らないんだよね。そこがネックだよね。草食動物どもが一気に群がり始めたな。ただの偶然だと思うんすけどね。みんな簡単に釣られちゃって。まあ日向坂だね。私いかに釣られました。あのボンボンが希少価値を意図的に演出したはずもねえが、用意した幸運の獅子の手が飛ぶように売れていく。おー、大富豪だ。これでやったぜ、前澤社長2号になれる。です、会計を手伝ってくれ。これでリツイートさせてさ、ね、リツイートしたら100万円配りますみたいなやり始めるんでしょ、ツイッターで。見ろよ、幸運の獅子の手を買ったらミステリーバッグで欲しかったものが当たったんだ。本当に？でもさ、こういうのってさ、当たった人にだけスポット当ててるからそう感じるんじゃないの？俺も狙ったものこそ入ってなかったけど激レアアイテムが入ってた。ポジティブ。幸運の獅子の手はすごいぜ。ああ、幸運の獅子の手を部屋に飾ったら華やかでいい雰囲気になったし、すげえネタだよ。熊手だよ、それ。言っとくけど。
あはは、すっかりアジーム先輩の作った幸運の獅子の手の話題で持ちきりですね。確かに。ああ、金ピカの幸運ちゃんには驚かされたよ。え、何がだ？東方の国では華やかに飾り付けた熊手がラッキーアイテムとして実際に売られているのさ。え、これ熊手なの？うちわかと思った。掃除用具を侮辱してるよね、これは。え、そんなのか、知らなかったぜ。ルンバにさ、今に飾り付ける人とかいんのかな。出てきそうだよね、ルンバにさ、なんかひな人形を貼り付けて、でひな人形ルンバとかね、そういうのありそうだよね。これから出てきそう。しかも商売繁盛の縁起物でもあるんだよね。う、思わぬ売り上げもゲットできたし、これは災い転じぬ福となすだな。にひひひひ、なんか笑い方気持ち悪いね。熊手が全部売れたのはアドバイスをくれたレオナ、それからサムとデュースのおかげだ。一時はどうなるかと思ったけど、うまくいってよかったぜ。あー、かわいさマシマシ。常設垢抜けピープル、ちょっと言えないな。何より、ん、へー、熊手ね。笑顔で店を後にする客が増えてくれてすっげー嬉しい。絶対さ、小学校とかの子供とかさ、もう振り回すよね、こんなのあったら。よし、この後もみんなに楽しい気持ちで買い物をしてもらえるように頑張るぞ。いいですね、その気持ち忘れちゃいけないよ。うん、おお、かっこいい。待って、思ったよりはるかに超えてきた俺の予想を。今の彼も見た、興奮してます。来るよ。目当てのものが見つからないときは呼べよ、一緒に探してやるからさ。ホームセンターの店員みたい。おお、このイラストいいな、えぐくない？ちょっとかっ、いつもウインクしてるね。キンキキッズぐらいかと思った、こんなウインクするの。へー、これはね、文句なしです。ありがとう、ここに SS、 しかも熊手を担いでる。これやっぱソフト見てないとわからないけど、しかもね、ちょっとね、雪の感じが見えてんだよね。これ良くない？かー、おります。